ようブラザー、白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。生物の源泉の方ですね、今日紹介していきたいと思うんですが、はい、生物の基礎と源泉なんですが、ちょっと大きく項目を分けてみました。まず基礎ですね、5V とメイン効果とサブ効果の話と、メイン効果の数値、あとサブ効果の数値、必要経験値とモラとかも気になるところなんで、その数値の説明。で、応用編としては、サブ効果の源泉の方法。で、セット効果と、5V のフリー枠の決め方。あとは、泥確率を上げるための樹脂とモラの節約術。ここなんですけども、周回をね、いっぱいしないと、ドロップの確率ね、自分の好きなものの、手に入れたりとかすることができないので、周回の回数をね、しっかり上げる方法も説明していきたいなと思います。はい、よければね、この1234と56などね、2回に分けてちょっと動画作りたいと思いますので、次回の、後半の方もね、一緒にチャンネル登録して、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。はい、まず 5V あります。花、羽、砂、聖杯、冠、この 5V ですね。で、この 5V の中で、さらに、セット装備ってのがありまして、皆さんご存知だと思うんですけど、これが、全部で、ね、31種類、星3かな、星3から4、5って合わせて全部で、31種類。実際に使うのはそんな種類多くないんですけども、こんな感じ。で、メイン効果は15種類。花と羽が固定されてるんで、実際は砂、聖杯、冠、この3つのメイン効果の源泉になるんです。で、次はサブ効果。星5の場合は初期で3個か4つついてます。で、レベル20で最大9つ。これレベル4ごとに1つずつサブ効果ついてきますんで、最大で9つ分って感じですね。まず厳選の仕方としては、こっちの初期3よりも4つを優先する。で、レベルが上がっていくごとに、ランダムでついてくるサブ効果が自分の好みのものになるっていうのが、厳選になります。はい。で、こちらメイン効果のね、説明です。で、5つの種類があるんですけども、花と羽に関しては、もうメイン効果がね、もう固定なんで、あとはサブオプション、サブ効果の源泉になってくると思うんですけども、残りの3つが非常にね、悩ましくて、砂時計のところが、HP 攻撃防御、元素熟知、元素チャージの5箇所あります。で、聖杯に関しては、全部で10箇所あるんで、メイン効果がね、10分の1の確率でしか好きなものが手に入らないというような感じになってますね。で、冠もそうで、多めで7なので、厳選をするのが非常に大変なのが、聖杯。で、次に冠。で、砂時計。で、花と羽が楽なんじゃないかなっていうような感じになってますね。これがね、メイン効果。マックスレベルまで、星4と星5のレベル20まで上がった表になりますので、よければ参考してください。じゃあ次、サブ効果数値解説なんですけども、まず簡単な、箇条書きで、星5のドロップは、サブ効果が3個か4個ついてる状態でドロップします。で、なので、まず、その時点でレアドロか、通常ドロップかが分かれるって感じになってますね。で、3の場合は、レベル4アップ時に1種類追加されることになるんで、結局、最終的に4種類のサブ効果がつくことになっています。ただ、4つついてるものに関しては、4つ以降は種類が増えることはないんで、そのまんま4レベルアップごとに1つ、サブ効果が、強化されるって形になりますね。なので、レベルが、4つごとに上がるって感じなんで、星5の場合はマックスレベル20なので、5回強化されるチャンスがあるって感じなんですね。なので、初期4ドロップの場合は、レアドロの場合は最終的に、9回分の強化がなされるって感じになりますんで、そこのガチャで厳選が始まるって感じになってますね。で、サブ効果は4段階の上がり幅あります。この合計、9個分のサブ効果なんですが、それにも、4種類の上がり幅があります。なので、その中でも、低い、中ぐらい、高、高い、最高の4種類のね、ガチャがありますんで、
まあ、そこでもちょっと源泉が あるっていう形になりますね。で、メイン効果とサブ効果は種類が重複しない。なので、メイン効果の方で例えば攻撃パーセントとかついてた場合は、サブ効果の方で攻撃パーセントがつくことはありません。はい、で、これが先ほど説明した表になります。サブ効果 の、まあ、数値の上がり幅。なので、レベルが4ごとに1上がっていくんです。1個増えていくんですけども、強化ポイントが。例えば、会心ダメージの場合、まあ、最高数値で 7.8% 上がると。で、最低で 5.4%。まあ、ここら辺の上がり幅が、全然違いますんで、2% 以上変わってくるんで、まあ、そこら辺のガチャもね、あるんで、一応そこも意識してみると面白いかもしれませんね。ただ、ここまで全部ね、フルで厳選っていうのは難しいんですけども、まあ、一応参考までに表を出しておきました。よければ参考してください。はい、じゃあ、最後ですね、基礎編。必要経験値とモラっていうところなんですけども、まずは、星5をレベル20にするのに必要な経験値。これが27万経験値になります。で、モラも、レベル0。レベル0の素材を拾ったものそのまんま同じだけ、ぶち込むスタイルで成長させた場合は同じ分だけ必要になります。なので27万モラが必要になってくるって形になりますね。で、星3の生物は売却することができます。星3以下ですね。星4以上はできないんですけども、それを売却して、例えば地脈に行く分の樹脂がちょっともったいないなって方で、ちょっと節約したいなって方がいれば、3以下のやつをお金に、モラに変えて、で、周回の回数をね、ちょっと増やすことができます。要するに、経験値よりも、レアドロップを優先させたい場合だったら、その、地脈に回る分のお金はいらないから、その分、回るというようなことも、できます。これ、またね、表にして次回、お話ししたいと思います。で、この表を見てもらうとわかるんですけども、素材の費用ってやつが、レアリティによって決まってますね。なので、レベル0から20の間の、素材。これはレアリティ決まるので、例えばレベル20のものを餌にする。レベル0のものを餌にするになったとしても、素材のレアリティで決まります。なので失敗した生物は、どんどん餌にしてしまっても構いません。それによって、それレベル20にするのにかかったモラ同じだけかかっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけども、かかりません。なのでそこら辺は使い回しでいいと思います。一応こんな形で、説明の方は以上になります。はい、じゃあどうもありがとうございました。生物の基礎のお話終わりました。表を使ってちょっといろいろやってみたんで、分かりやすければね、非常に嬉しいです。はい、じゃあぜひね、気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ツイッターの方やってますんで、よければそっちの方のフォローもしていただいて、情報共有の方一緒にね、していければと思いますんで、よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。